タヨロ駅は北海道市別市タヨロ町36線東3番地にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W44。電報略号はタヨ。1977年のタヨロ駅と周囲約500メートル範囲の状況。上がナヨロ方面。相対ホームと副本線、駅舎横のナヨロ側に。 貨物積み下ろし場と引き込み線がある。駅裏は上の貨物が停車しているあたりに若干のストックヤードがあった。写真では白い冷蔵車の姿が見えるが近隣の落農組合からの出荷を扱っていた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より現在のタヨロマ川を指すアイヌ語のタヨロマペに由来する。 市別駅管理の無人駅。1999年に駅前通りを線路反対側に延長するため駅の設備を取り壊し、旭川側に20メートルほど移転した。ホームは新しく作られ、駅舎も永遠やがなされた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅の周辺はかつては多様村であったが1954年に市別町などと合併して、 市別市の一部となった。駅周辺には、小中学校や郵便局、役場の出張所や商店などがあり、町の機能がほぼ整っている。ありがとうございます。